こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は家庭で作りやすく、いろんな料理に使い回せる焼き豚をご紹介します。タレに漬けておけば美味しい焼き豚がいつでも食べられて便利ですよ。調味料の配合も簡単なので、ぜひ覚えて作ってみてください。今日は1キロの豚肩ロースをタレに漬け込みます。大きすぎると味が染み込みにくくなりますし、焼く時間もかかるので 300g ぐらいの塊にするのがおすすめです。厚手のビニール袋に生姜の薄切りと砂糖、みりん、醤油を入れます。軽く混ぜて切り分けた肉を入れたら、空気を抜くように袋のくじを閉じます。このまま冷蔵庫に入れて半日以上漬け込みます。漬け込む時間はお好みですが、時間があったら1日以上漬け込むと味が染み込んで美味しくなります。熱したグリルに豚肉をのせて中火で10分焼きます。10分後、表面がしっかり焼けたら、全体に調味料をつけて弱火で10分焼きます。油の多い部分は焦げやすいので、焦げてきたら向きを変えてみてください。さらに10分後、もう一度調味料をつけて弱火で5分焼きます。最後は火を止めて5分置いて、余熱で中まで火を通します。今日の豚肉は厚さが5センチです。火加減を変えながら30分焼いています。オーブンで焼くときは200度に余熱をして、10分ごとに調味料をつけながら30分焼きます。肉の厚さによって焼く時間は調節してください。厚さが3センチくらいなら、焼き時間は20分が目安です。粗熱が取れたら薄く切って盛り付けます。焼いたものは冷蔵庫で1週間保存可能です。余分な脂が落ちて肉は締まっていますが、柔らかくて美味しいです。味がしっかり染み込んでいるので、このままで十分美味しく食べられます。今日はきゅうりと白髪ネギを添えてみました。レタスで包んで食べるのもおすすめです。タレにつけておけば、あとは焼くだけです。年末年始の一品にいかがですか？最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画は電子レンジで作れる栗蒸し羊羹です。お楽しみに。